はいどうもこんにちは、ピアスのゆいとのんです。今回はまたまたねマジシャン使って遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。でのんが機械石かな。うん、うちが機械石。はい、まあ、前のねマジシャン動画出したんですけども、その続きということで、結局あの動画の後、まあ、ランク戦最後のねランク戦もうちょっと頑張ったんだけど、まあギリギリ2位で終わったということで、まあ頑張って今週1位を目指していこうかなと思います。でもさ、月曜日か火曜日すぐにもう一瞬1位いったよね。いや、行った、うん、1位いったんだけどまた俺が負けまくりまして下がっちゃいました。まあそうよね。いや、だいぶ負け始めたね。もう優勝いっちゃうんだけど、今までが勝ちすぎとったんよ、うん、普通に。まあね、12、3勝してたからな、毎試合毎試合。これ上いや、これだいぶまずい。うわ、最悪これ食らったか。いや、でもそっちが今、いや、女王に対してマジで強いから。いや、でもありがとう、内側、うん、回避できてよかった、うん、うん、いや、今のな、内側に行きたかったけど、内側行ったらもう結局本体食らっちゃうから、あれかけるしかなかったよ。でもマジシャン動画見たけど、ステッキの使い方めっちゃうまかった、うん、あ、うまいっしょ。なんかマジシャン強くないって普通に思ってた。いや、本当に本当に、うん、いや、まあ頑張るわ。これなんとしても次の鏡に測って、私は避けれるし、その女王とかやったら鏡避けれるしで、うん、割とね、2回も回避できるってのは強いなと思った。まあね、鬼没も多分相当避けやすいからね。うん、何その、え、鬼没ミスった、頑張った、音だけ鳴らしたんか、音だけ、あ、鏡出した、オッケーオッケー。じゃあ多分、いや、でもやばい、この鏡、これもうやばい、ステッキの使い方しかない。あ、オッケー、入れ替わった、危な、なんとかなった。これ、パペット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 、やばいけど、これ、食らってほしいな。食らってもらえるぐらいが。ちょっと、あ、やった、やった、やった。オッケーオッケー、こっち来てる。そっち側行った、やった。普通にそれ伸びるよ。時間、あー、稼げたかな。うん、うん。今、地下の入り口ぐらい。これ、俺、がっつり追ってくんねえかな。多分、追ってる、追ってる、追ってる。オッケーオッケーオッケー。いや、でも、本当に、その、マジシャンを使わせてもらえてるのって、やっぱ、ピアソン効果が大きいんですか、みたいな。いや、なことないよ。結構コメントもあってなことないよ。そう、ユイの圧力によってマジシャンを無理やり使わせてもらってたみたいな。いや、全然傭兵いなくて、味方に呪術師、うん、は、なんだろう、脳幹手とかいても全然使うよ。使っても勝てるっていう確証を持ってやってるユイさんは自信のもとでやってる、うん、自信のもとでやってます。だから、あの、あ、言ってしまえばね、うん、そのマイナーキャラを好ましく思ってない人もおるわけやん、この世の中いろんな人がおるわけやん、うんうん、でまたうちがチリスになった、やばい。なんなら俺ね、味方一人落ちてたしやったんだけど、落ちててもマジシャン使うからね。あ、ほんとに。そう、あの、味方動けなくてピックもできなくて幸運寺のままスタートした試合があったのね。認知とか関係なく普通に使っとるってこと、うん、それでも俺マジでマジシャン使ってないからね。まあ引き分けいったけどな。だから本当にね、あ、オッケー、うまい、ナイス。なんかちょっとやばい。でもそれ本体ないね、一回全部倒れてるこの壁いや、半分ぐらい残ってる多分。いや、まあ一個一番強いの、うん、え、あれ、うちじゃないかも、鏡、うん、あ、ロボ壊したから竹戦したかな。いや、でもそれ、そ、いや、全然いいんだけど。めっちゃ進んどるよ、全部。うん、うん、小屋と真ん中とって感じ。いや、全てはあのロボを狙ってくれたことによって伸びてるわ。おー、よかった、よかった、ありがたい、ありがたい。真ん中上がったか。何をしたっけ、そのキャラクターのピックの話。そうそこがやっぱりね、マイナーキャラ、うん、を好ましく持ってない人は認知ガードとかもやっぱするやん。あ、それとかも別に、なんていうかな、使う側としてはあれでもまあ仕方ないんかなっていう、うん、まあいろいろ気にする人いるよな、うん、含めてやっとるんかなっていう。いや、うるさいよ、そういうのもね。別に勝てばいいよ、実力で。いや、まあそれがそうさ、信用できるかどうかが分からんやん、野良の方の視線からしたらね、うん、そうやけん難しいんやろうなと思って、うん、まあ、うちは使わんぐらいやけんね、うん、分かんないけど。だから俺こんなこと言いつつも、さっきクソ負け始めた時はさすがに編成考えた、パーティー使ったわ編成考えて大使使いました、変えとるやんかいや、もうそれもようやく最近になって考えたりとかはしたから、うん、まあそのランク帯とかにもいるよね、うん、まあそうだね、絶対通用戦とかもあるやん、うん、マジシャンだけやったら。そう、うん、まああとはね、あのさっきやったランク戦での面白いエピソード話してもいい？あ、どうぞあのね、あのリテキンで有名な人と当たったよね、さっき。そう、俺が反対ってのも、あ、何回かこの人リテキしてんなみたいな試合あったんだけど、はいはいはい、その人とサバイバー側でマッチングして、はいはい、いや、これはまずいと思ってさすがに、ね、リテキンはね、ちょっとたまったもんじゃないんで、まあそうね、うんうん、ちゃんと普通に勝てる、それこそ大使かなんか使いました。その方は履歴取ったん？いや、真面目にやってくれて、なんとか普通に分けいけて、ワンチャン勝ちいけそうで、絆が見栄えてよかった。あ、そうなんや、うん、そういうこともあるね。これ殴られたら打ちつけんのね。あ、うん、もうがっつりゲート前に対して傭兵さん、ちょっとどっか行っちゃったんだよね。それ履歴つけれるんかな。無理かも。いや、死ぬ、これは死ぬ、遅かったまあまあ、それ傭兵やってほしかったな、うん、まあ仕方ないね、まあ、ない、うん、まあでも、それでもゲート前できてるから。あ、え、あ、まずいかも。え、まずいかも。え、どういうこと？え、何回殴れた？いや、今畳み出してドンピシャやったんやと思う。え、なんでノーマンダウンしたん？それは。いや、うちは普通にあのノーマン状態で殴られた。え、殴られた、それ鏡の、え、鏡で殴られた、ね、何回殴られた分からんかった、ちゃんと見てかった。え、どういうこと？うち殴られてから鏡出してオフェンス普通にやられたんよ、うん、あー、ノーマンって一発やられるけどね。あ、そうかそうか、通電した後に即食らったか、うん、あ、そう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 、あ、そういうことか、はいはいはい、理解しました
なんでそのノータイムで2回殴れたんだろうって今ちょっとパニックになった。あまあでもこっちが起こせたけど、でもうん、洋平さんが持ってくれてるけん大丈夫そう。オッケー。まあこんな感じでもう一戦遊んでいこうかなと思います。さあ2戦目遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。でね、結構ね俺言われるんだけど、このままずっとマジシャン使うんですかって言われてるんだけど、今をねちょっとマジシャン強化中だからやってるだけで、普通に1位取ったら多分ね普通にやめます。あ、1位取ったらもう違うキャラクターとか多分やめるし、うん、そうだね、一応両方行きたいから、ヘラクレスまではサバイバー朝ラン入れるかもしれないけど、今1位すごいやるために朝と夜やってるんだけど、サバイバーね、普通に1位行ったらとりあえず夜はまたハンター中核に戻って、でヘラクレスまで行ったら普通に、まあハンターすぐバッパって上がっちゃうから投げるかなと。本当にゆい楽しそうよ、2人でランプセットるの、ネオステさんとかルト君とか行ってる。サバイバーなんだろう、もう楽しいねやっぱり。なんか楽しそうでよかったと思いながら引き寄る。やっぱゲームはね友達やるもんよ。そうね。普通に俺も追われてるわ。あ、オッケー、いやこれアンデス無限にチャレンジできるよ、俺ここ。ステッキで回避できる。うん、全然できる。あとあれだ、マジシャンを特に使われると嫌だって言った人多かった。マイナーキャラの中でも特にマジシャン嫌だ。なんでかっていうと、そう、仲間が、あ、きついからってこと？そう、あの救助がきつい。それのせいで自分が恐怖もらったりして迷惑って。確かに。じゃあマジシャン側の主張するね。これもうディスカッションしよう。あのマジシャン側の主張は、救助されたらあの椅子にステッキが残るんです。だから一瞬見失ってくれるから救助後が楽、自分は楽、でも味方は大変っていう主張。迷惑ないよ。でも自分はあの救助された後見失ってくれるから、うわーいって気持ちで逃げてます。でもみんな聞いてほしいのが、うちはね、そのゆいがやっとるけん、全部を全部予防するってわけじゃなくて、ゆいさんに、あ、もうバチバチ来てよ、バチバチ何でも答えるよ。あ、これ飛ぶ飛ぶ飛ぶ多分。椅子はいはい、救助するしに行くときに捕まってほしくないってちゃんと言ってます。でもね、あのね、したくないけん捕まらんとってね。それは多分昔のマジシャンの人だと思う。多分救助があんま上手くない。それはいや、でもそうなんよ、昔よりは断然救助しやすい。そうで、普通一発分食らえば救助できるんだから、そう恐怖の読み合いだけやめて。でも恐怖の読み合いってさ、他のキャラと一緒じゃん結局。いやでもちょっとそれがやっぱ違うんよね。まあ違うけど、でもそれはあの違うの力量だと思う。いや違う違う、そこは違うよ。違う、マジシャン使わせていただくので頑張って救助してくださいって言わんと。ああ、いや、そこは頑張ってくれて俺は思っちゃうな。じゃあそれを言わないかんと思う。なるほどな、まあ確かにそこはまあまああれだから。なんか俺追われてるんだけど。え、今どっちから来た？え、でもお前めっちゃ回ってるもん。いや、あの今ね、絶対にあのどっちからも見てるとこで待機してたのに、意味不明な方向からやってきたわ。あ、ほんと？え、一瞬の多分隙で多分反対側まで行ったんかな、わかんない。あれもう無視なんですか？いや、おかしいですね。あそこはもう無理、読み合い無理な感じだった。これね、でもマジシャン使ってる時に傭兵番がね、やっぱ一番きついかな。そう、占い番とかだったらその枠にマジシャン入れやすいんだけど、チェイス枠にね。でそれで自分も持つし、それでもいいし、でそれで、まあ義士枠でも別に普通に入れやすいんだけど、長考の枠とかで。あとあれだ、マジシャンが強いっていう風に言うんじゃなくてね、あのゆいさんの元々のチェイス力、それがあるのは間違いないと思う。別に俺マジシャンを好んで使ってるんじゃなくて、サバイバーやりたくてやってるだけだから、その特にマジシャンにこだわりはないからね。そうやけんね、そのみんながやっぱ動画を見て、マジシャンが強いけん枯れ飛んだみたいな感じでね、あ、そうなんだと思っちゃう方もおるかもしれんけん、それはやっぱゆいさんのチェイス力あってこそっていうのはちょっとね。いや、俺そんなチェイスうまくねえけどな。いやいや、簡単うまいよ。あ、そうなんだ、認めていいと思う。わかりました。頑張って、本気で頑張れば、スパランカーも夢じゃないんかな。まあ上手い人にその立ち回りとかの言い方を教えてもらったら、多分立ち回りが上手いよね、ゆいさん。多分ね、雑談とかの見るたまの生放送来てもらった方わかると思うんやけど、立ち回りとかがハンターをやっとる目線としてでもめちゃくちゃ詳しいよね。なんかこうした方がいい、こうハンターにはこうしろみたいな、やっぱそれはハンターなんかならではなんかなと思う。まあどうやられたらきついかってわかるからね、大体ね。それがやっぱサバ戦の方はさ、難しかったりするやん。まあなかなか難しいね。そう、家にめっちゃ言われるもん。危ない、確かに。こうしろ、あ、しろって。救助ね、俺一番わかんねえのがさ、立て直し、これ回復すべきなのか回すべきなのかっていうのがすげえ悩む。逆にそこは分からんのか。そうそうそう、ハンター戦やけんこそ。そう。あー、なるほどね。でも別に俺ここで回した方が結果的にきついけど、でもやっぱその持つかどうか分かんないじゃん、味方が。味方がどんだけチェイス持つかが分かんないから、これチェイス持たない判断をして回復する方がいいのか、我慢しした方がいいのかがすげえまだあんま分かんない。こっちみんな出れる。オッケー、もう俺はね、もう死んじゃう。もう死ぬ。いや、まあ全身でも大丈夫。まあそうだね、オッケー。
な感じなので、また、また今週末、うんうん、俺のこのマジシャンチャレンジは S 騎士を取るまで終われないので、また頑張っていこうかなと思います、はい、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。バイバーイ。